皆さんこんにちは、ジョアンと申します。今日は新しい慣用表現を勉強する前に前の慣用表現を復習しましょう。1番目は cost an arm and a leg ということはとっても高いです。2番目は feel blue ということは悲しいです。 feel blue とまた I have the blues と言ってもいいんですよ。3番目は When pigs fly、まあ、ありえないことですね。4番目は White elephant、 使えないとかいらないもののにお金を使います。それを修理のために、まあいろいろメンテナンスのためにそのものがあれば White elephant って言います。今日の慣用表現は Hit the books、 Hit the books、 一生懸命勉強するということです。例えば、I have to hit the books this weekend. I have two exams next week. そうですね。やっぱり試験の前に勉強しないといけないんです。2番目は、It's time to turn off the computer and hit the books. そうですね。まあ、コンピューターの時間とか、まあ、ゲームの時間が終わって、今から勉強する時間ということですね。3番目、If you don't hit the books, you will surely fail. そうですね。ちゃんと一生懸命勉強しないと落ちます。絶対落ちるそうです。じゃあ今日の慣用表現は Hit the books、 Hit the books、 できれば使ってください。また来週です。